アルセーニーエフのガイドを務めた漁師のデルスザラナ,ナナイは、ツングース系の民族。分布は主にアムール川流域で、ロシア国内に約1万人で、中国国内にも居住している。2004年人口調査時の中国国内人口は、約4640人。中国国内のナナ,ナイは、保全族と呼び、55の少数民族の一つとして認定されている。 ロシアに住んでいるナナイは一部がロシア人との根結が進んでいる。ナナイの内は、キルン、またはホジェンである。ナは土地、地面、国、地元を表し、ニを、ウイ、ナイは様々な方言で人と意味する。ロシアの言語学者、エル・アイ・セムがキリル文字で、これが中国名でナナイを、黒金、赤、アキラ・コーラツ、現代中国語で、 赤赤と呼ぶ語源となっている。鮭の皮で作られたコート河川での酒増漁などの漁労が民族の特徴的な制御で中国ではキャビア採取のためなどの調査目漁も行う。シャーマニズムを信仰し生活の一部が観光化されても漁労が代表的な制御であるため食生活は漁食が中心である。アイヌ料理のルイベやヤクート料理のストロガニナと同じく 凍らせた魚肉を切り分けて食べる。かつては調味料や香辛料を用いずにそのまま食べていたが、現在では生の魚肉を醤油、唐辛子などの調味料、香辛料で味付けして食べる。かつては河川の近くに穴を掘り機を用い半地下式住居を建造して日常の住居としたが、現在そのような住居は、魚老の際の臨時の寝泊まりのために建てるのみで、 日常の住居は近辺に居住する、ロシア人、または、官民族の住居と同様のものとなっている。かつては、酒マスなどの川から、魚皮を制作して、春から秋の普段着として着用し、官民族から、魚皮ダーツ漁皮投資と称されたが、現在、魚皮製作は、結婚の際の嫁入り道具として、または、博物館への出品のために、たまに行うのみであり。 日常的に着用する衣服ではなくなっている。かつてはゴリドと呼ばれこの作品は黒沢明が1975年に日ソ合作で監督した映画デルスーザーラの原作である。ハバルフスクの北 75km にあるシカチアリアンには7遺族の博物館があり、衣装や寮の道具が展示されている。7遺族は熊や虎に対して 尊敬を捧げるシャーマニズムを信仰していた。シャーマンは神に祈りを捧げることで悪霊を追い出す力を持っていると考えていた。彼らは太陽、月、山、水、木の精神を崇拝していた。また、火などの無生物を擬人化する宗教観を持っていた。大地について大蛇が川の谷間を掘り起こすまで、その土地は平らだった。死生観体が魂の外郭に過ぎないので、 人が死ぬと魂が生き残る。一人一人が魂と精神の両方を持っているとされ、死ぬとそれらが分かたれると考えていた。人の精神は悪意を持って生きる親戚に害を及ぼし始めるようになる。時間が経つにつれ、これらの暗番は飼いならされて礼拝が可能になるが、そうでなければ悪霊を追い出すと特別な儀式が必要になる。死後、人の魂は、ラチャコと呼ばれる。 布製の一時的な避難所に入れられ、個人の魂は7日間、ラチャコに残り、その後、パヨと呼ばれる木製の人形に移され、最終的な葬儀の儀式までパヨで保管される。パヨの中にいる間、生きている人のように世話される。死者の最終的な儀式はカサタバリーと呼ばれ、3日間、続く。その間多くの祝宴があり、個人の魂は、死後の世界への旅の準備が行われる。 その日、マグダと呼ばれる個人とほぼ同じ大きさの人間のような木製の人形に魂が移される。人形は死後の世界、ブニに向かうための犬のそりに乗せられる。出発前に、シャーマンにより家族に遺言が伝えられる。その儀式後、シャーマンは犬ぞりで危険なブニへの旅に出る。この旅は日没までに済ませなければ、シャーマンも死ぬことになる。 一歳未満の乳児の場合は、その魂は人でなく鳥と考えられて、埋葬は行われず、カバの樹皮にくるまれて、森のどこかに置かれる。シャーマンについて昔太陽が3個出現し、多くの死者が出た。生き残ったのは、最初の人間夫婦であったが、二人は死体の処理について相談し、二人とも年寄りなので、死体を全部葬れるか心配して、床についた。 その夢の中、老人は100人の人がかかっても抱えきれないほどの大木を見た。その樹皮は内虫で根は巨大な蛇であった。葉は丸い金属製の鏡で花は鈴だった。その小には無数の金属製の角があった。目を覚ました老人は妻に内緒でこの体重を探し出し弓矢で角と鏡と鈴を打ち落として家に持ち帰り。 寝台のもとに隠して寝た。そうすると夢枕に白っぽい老人が現れ、煙突の穴を開けるよう命じた。そうすれば、角と鏡と鈴は一組老人の手元に残り、それ以外は穴から飛び出して、大シャーマンにふさわしいものを見つけるだろうと言った。そうすることで、大シャーマンたちは死者を弔うことになった。これらの道具は、 シャーマンの道具であり、これらを身につけたい樹に扮することで、自然界との仲介者となったと考える学者もいる。ありがとうございます。